第101号哨戒艇とは大日本帝国海軍の哨戒艇で、旅客艦艇の一つ。元は、イギリス海軍のアドミラルティエス級駆逐艦のスレーシアン。戦後に撮影された、特第1号練習艇1918年1月10日、起工。1920年3月5日進水。1922年4月1日就役。第二次世界大戦開戦後は主に、香港周辺で、機雷敷設に従事。太平洋戦争が始まり、日本軍が香港への攻撃を開始すると、スレシアンは、九龍半島からの撤退を支援したり、日本軍陣地の砲撃や日本兵を乗せた船を沈めたが、1941年12月16日に日本軍機の攻撃で損傷し、レパルスベイのギンスで座礁した。日本軍はスレーシアンを12月25日に捕獲した。これを修理、改造後、1942年10月1日に第101号哨戒艇と命名。特務艇の哨戒艇に類別された。同日付で本籍を横須賀鎮守府に、所属を横須賀防備隊にそれぞれ定められる。哨戒艇としての使用のほか、海軍水雷学校の練習艦として使用された。1943年2月15日、特務艇の哨戒艇から除かれて、艦艇の哨戒艇となり、本籍を横須賀鎮守府に、役務を横須賀鎮守府警備哨戒艇にそれぞれ定められる。8月15日、役務を横須賀鎮守府練習哨戒艇に定められる。1943年12月1日から1944年1月18日まで改装工事を行い、備砲を撤去して、魚雷発射管や爆雷の装備を行う。3月15日、横須賀鎮守府練習哨戒艇の役務を解かれると、共に帝国哨戒艇籍から除かれ、同日付で雑役船に編入され、船名を特第1号練習艇、船種を練習艇、所属を海軍水雷学校にそれぞれ定められる。この時に、対水上射撃管制用の姿勢23号電端と北上または大井が従来総監から、高速輸送艦となった際に下ろされた61センチメートル、4連装魚雷発射管1機等を装備し、魚雷発射訓練や新型電端の実験を行った。終戦時は横須賀に所在し、1945年10月にイギリスへ返還され、1946年2月に香港で解体された。杉本安政予備少佐。1943年2月15日から1943年11月1日、福地昭次少佐。1943年11月1日から1944年3月15日。ありがとうございます。